御宿殿、いかがなさるおつもりか。このままでは劉備との衝突は時間の問題かと。ああ、これは俺としても面白くない状況だ。劉備の人望は韓騰の勢力を急合しうる。それは天下二分に資すると踏んだのだがな。しかし奴らの慶州領有は破食制圧まで。それがなれば孫悟へ返却する約定のはず。問題はやはり関羽でしょうかな。あやつは独断で慶州を返さぬ構えですぞ。ふん、まずは奴を何とかせねばな。まったく時間がないというのに。時間？いやすまん、こちらの話だ。さあ早々に型をつけるとしよう。参謀より進軍開始だ。俺たちで慶州を取るぞ。余門は中央の拠点の制圧、敵の目を引きつけろ。いざ参らん。我ら孫権様のために奮闘しようぞ。止められますまい。戦は知略でするもの。あなたは知るがよい。ここは拙者が通さない。全力で止めてみせる。想定のうちだ。しかし今度ばかりは知れるな。加勢してくださると話されました。この首もらい受ける。いざ我が闘志を見よう。よし、次の拠点を制圧に向かう。敵の目を我らに向けるのだ。あやつを撃てば流れは変わるか。よし、行こうぞ。あいつは俺が追うぞ。これ以上暴れさせてなるか。素晴らしいご活躍、お見事です。この俺が相手だ。鮮やかに奇襲をかけられると敵は
私よりはるかに上手なのだ。その組もらい受ける。いざ。同盟国であろうと今の敵、私はなすべきことを果たすのだ。そろそろ気づいて、すでに私の術中にあることを。こう通すわけにはいかん。命に変えてもなる。翻弄される羽目になるとはな。敵を攻めてもしたたかなようだが、押されている戦線を救援せよ。よくやってると思うぞ。その勢い誰にも止められますまい。戦いの勝利。ちょうどいい。初の我が知略させてもらおうか。誰にも止められますまい。素晴らしい動かし、お見事です。見よう。
その強さ興味深い。また戦いたい。飛翔取ったり発動せよ。これより目立つな。本音かな。よくやってると思うぞ。孫悟の治癒見事なり。しかし将としてこの啓示を預かるになれば拙者らも引くことはできぬ。それは劉備殿のご意志とは関係なくか。それが将の裁量と心得る。よかろう。これ以上争っても笑うのは曹操だけだ。だが改めて誓ってもらおう関羽。一つ、お前も孫劉同盟のもとにあること。一つ、慶州の地を利して曹操に対すること。よかろう。我が義にかけて。よし、ならばここは互いに兵を引こう。ロシク殿、あそこで関羽を斬ることもできたはず。なぜ？あんな化け物と立ち会えと？俺を殺す気か、リョモ。いや、そのようなことは。さあ、切り替えていくぞ。またゾロ曹操も動き出す頃だ。リョモ。あ。関羽を斬ると言ったお前は間違ってはいない。だが、適当に引いてみせて相手を動かすことも覚えろ。お前はまだ素直すぎるな。あ、いや、その素直さがあっての成長か。日々に学べよ、よも。明日の孫悟を支えてくれ。そう、俺を超え、いずれは周遊殿をも超えてゆくのだ。ロシク殿、まさか。